ということで、やってきました。はい、皆さんこんにちは。シンガポールの小山です。今日はですね、はい、こんな感じで緑あふれるところですね、西の方にありますウエストコーストパークにやってきました。すごく広い公園なので、ちょっと歩くとね、疲れてしまいますので、自転車を借りて一周ぐるっと回っていきたいと思います。はい、ここですね、ゴーサイクリング、自転車を、ね、借りていきたいと思うんですけれども、今日私と、ね、カメラマンのスタッフ2人で行くんですけれども、こんな感じですね。でね、これこう後で多分横にありますけど、二人乗りです。カメラマンさんは何にするんですか？今日はこれです。これだと多分撮影終わんなくなっちゃうね。ここはどういう場所ですか？ここは西にある公園なんですけど、東にもイーストコーストパークってあるんですけれども、ここは比較的エリアはクレメンティっていうところで、日本人の方も結構多く住んでて、ファミリーでこう遊びに来るような公園ですね。シンガポール結構道とかが狭かったりガタガタなんで、なんかちっちゃい子の自転車の練習とかこういうところ使うみたいです。なるほど、本当に緑豊かな場所ですね。はい、今日はですね、ちょっとグループ会社のスタッフの渡辺さんに同行してもらってます。こんにちは。はい。あ、何？何何？はいはいはい、マップです。これが噴水？ここね、来るまでが結構広いのでバス停とかもいっぱいあるんですけど、なかなか、そうですね、1時間くらいでしたかな、シティの方から。なんかすごい密林みたい。
こっち歩いたらすごいなんか森の中感がありますね。ね、なんだろう。あんまり人いないですね。人いないですね。もうちょっといると思ったんですけど、雨上がりだからですかね。ここでもあれですね、休日は本当に後で行く西側の方とかのあのなんだろう、砂浜でビーチバレーやってたり、なんか芝生でソフトボールやってたり、にぎわってます。週末で天気が良ければ、うん、そうですね。まあ屋外ですし、あのお弁当とか持ってきてね、みんなでピクニックするのもいいかもしれない。それにしても最近シンガポール雨多いですよね。寒気なはずなのに、今日も夜中は嵐でした。お、なんか開けた場所ですね。ドッグランです。ちょっとね、遠いんですけど、中にワンちゃんが遊んでます。私初めてですね、ドッグランシンガポールで見たの。そうですね、なかなかないですね。いいね、広いところで。はい西の方、はい、西の方に。これがね、東の端っこになりますね。ちょうどあのバイク屋さんが東寄りだったので、ここまでは本当にちょっとだったんですけど、今から西の方に行きたいと思います。見えるのがコンテナです。すごい、すごい量ですね。結構あの運ぶクレーンの音とかであの騒がしいですね。なかなか景色が変わりませんね。そうです。これはあれですか？サイクリングは市内の方でもできるんですか？サイクリング、そうですね、あのレンタルのが街にねいくつかありますけど、あんまり印象的にはどうですかね。ちょっと道も狭いし、まあ、爽快感はマックスではないですよね。でもあれらしいですよ、あのコロナ禍でやっぱりこう電車とかそういうのを使用が控えるようになって、あのマウンテンバイクの売り上げが伸びたっていう風に聞いてます。マーライオンとかも最近多いですね。あ、多いですね。どうですか、サイクリングとかするんですか？いや、しないですねこれが2回目ですね、シンガポールで。あら、私4回目くらいです。結構乗ってますね。そうなんですよ。あ、出ました。ちょっと坂道なのでね、危ないので。はい、これで今自転車を借りたところに戻ってきました。観光スポットはないですねシンガポール国立大学のすぐ近くですね。あ、そうですね、ナショナルユニバーシティオブシンガポール。ちょっとねすいません、これちょっと隣はウォーキングかね、ガタガタが気になる。なんだろう、
入るんだ。なんか見つけたのでちょっと見てきます。ということで、なんか見つけました。なにこれ、なんか花火玉みたい。なんですかね、あちこちにあります。コンテナです。でもすっかりね、ちょっと背中にじんわり汗をかいているんですが、朝の時点で24度くらいでしたね。もう完全にシンガポールに住んでると24度は冬ですね。寒くて寒くて。ちょこちょこと走ってる人もいますね。シンガポールってランニング人口多くないですか？多いですね。結構どこ行っても走ってる人ですね。うん。でもやっぱたまにこうやって自然の多いところで運動すると気持ちいいですね。そうですね。しかもこう自転車でちょっと楽してるっていうのがまたね、いいですね。はい、ちょっとね、西に進んできましたら、ちょっと遊具っぽいものが、健康器具ですね、これは。奥にあのお子さんが遊べるような遊具が見えてまいりました。そしてですね、こちら右奥にある建物がマクドナルドでして、ウエストコーストパークのもうみんながランチに駆け込むような場所ですね。ここでドライブスルーもやってるので、帰るときに寄ってもいいかもしれないですね。マクドナルドです。なんかすごい変わりますね。同じ名前書いてあるから、ね、めっちゃスピード注意なんでしょうけど、この下のこの黄色い線がなかなかですね。今ですね、ちょっとウエストコーストパークを出て寄り道をしまして、お腹が空いたのでご飯を食べに行きたいと思います。